どうも、福岡石本ギャルキオネメイン,インクルージョンの米沢です。そして、坂下です。お願いいたします。いますということで、25.5配信分いきます。はい。ゴリン坊主にひるまるって、誰なんですかあ、今回ちょっと低めに。はい、ということで、も始まりました。もう早速、僕の手元には、たくさんのメッセージが届いてるんですけども。<laughs> で、ちなみにこれは、ゴリン坊主だけで。だけでございます。ございます。あの前回の放送を聞いていただいた方は分かるかもしれないですけど、えー、前回の第5回メール全読み回よりも多いです。 <laughs> <だ>オリンボーズ一人の方が。<laughs> いや、そうなんよ。だから聞いたよ、本当に。ね、本当に。だからだ、ちょっと、しかも今、目を通したんですけど、また、ちょっと、厄介な、ことを書いております。<laughs> 早速、メール読んでいきたいと思います。<laughs> はい、インフルジョンのお二人、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいてる。もうここ、えーも、ここ、へえだもう。ここ、抜きで来いよ、もう、メールだけで。<laughs> 多彩すぎて関西のアンミカと呼ばれてる五リンボーズおにぎり丸です。いや、アンミカが関西だから、もうそれはアンミカないか。 なんてヨネさんのツッコミが聞こえてくる今日この頃なんと私曲を作っちゃいましたえ作曲しやんえぜぜひ番組のテーマソングにしてくださいタイトル「うんがんが」作詞「ゴリンボーズおにぎり丸」作曲「ヨネ大使」ちゃんとヨネさん歌ってくださいねイイインクルージョンクルクルー 素敵なお笑い届けますうんうんガンガーガーガーと素敵なラジオを届けます私の思ってるメロディーのまんまでした嘘つけ今俺が適当に歌ったやないか米さん最高褒められて調子の女どっちやということでございます。と <laughs> とうとう 歌まで作り始めてきました <laughs> うわどんなまあ確かにそのどんな人かっていうヒントはずっとないもう今 <laughs> ここ最近確かにもうなんか探る方が多分もう分からんか分からん絶対だからどっかに最終的にその答えみたいなのがポンって入ってる可能性もあるそうねそうだからメールはやっぱり全部読まないと、うん、じゃあ続いて、はい、インクルージョンのお二人こんばんはいつも楽しく配置をさせていただいております大人って素敵ですよね高校生の私にはほら高校生の私って言うのら高校生は本当なのかうん まだ分からないんですが、えー、仲間や好きな人とお酒を飲んで楽しんだり、車に乗ってドライブしたり、うん、はぁ、あ、なんて完備でファビュラスなものなんでしょう、う大人って。メール書いてるだけで胸が熱くなっちゃった。まるで酔ってるみたい。で、ちょっとヨさんもしかして酔ってる私を狙ってるの変態、クズ、ヘドロ男、ブレームの恥を知れ帰れいや、帰るな逃げるな落ち着け謝るな狙うなら西津さんにしろいや、狙うな迷惑かけるないつもいつも、落ち着きます勘弁してくれって。<laughs> 勘弁してくれ西津さんに被害まで言ってる <laughs> お二人は大人になったからこそできるこれができて嬉しいみたいなことありますかと大人になってできるでもお酒飲めるのはね嬉しいことやし,いや嬉しい大人になって嬉しいことまあだから変な話その夜まで遊んでもいいっていうその門限がないとかまあそういうことじゃないですか、うん、なんかありますか大人になって嬉しいこといや僕はあれですねそのかその気づきが増えていくとなんか大人になって思いますねなんかいろいろ例えば 例えばそのなんだタバコとか吸えるようになるじゃないですか僕も吸い始めたんですけどうん、うん、やっぱ吸ったらやっぱその時の、うん、なんか子どもの頃思ってたイメージとやっぱ全然違うわけ吸い始めたり、うん、そういうのがいろいろ学べるかできることが増えていくえそれはタバコはその吸い始めたんやいついつから一発目いいつ吸い始めたの。でも、えー、今が、うん、今9月,9月 だから3ヶ月前ぐらいえ何歳の時に吸い始めたってことえっと23です、ね、おらんってそんなやつ<う>誰が23になってタバコを吸い始めるのおらんって二十 <laughs> 歳二十歳になってタバコを吸い始めたってちょっとダサいみたいな風習あるやんまあそのやんちゃしてた人たちからしたら23はもう一瞬でかっこいいいやそうやろで<に>あの それをダサいっていうやつがダサいねそうね。そもそもだまあ23やから吸ってもいいやということで。うん、そうこういう気づきに、うん。まあだからそう気づきが増える。ということでじゃあ最後メッセージをんでいきます。はい、インクルージョンのお二人こんばんはいつも楽しく配聴をさせていただいております。お二人の地元には嘘か本当かわからない言い伝えなどありますでしょうか私の地元では商店街にある定食屋さん。あ待ってこれ私の地元で嘘か本当かわからない言い伝えを調べれば地元がわかる。あ,あ、なるほどね。 私の地元では商店街にある定食屋さんで注文の際、うん、アッコにお任せと伝えるとミネリ詠タ直伝の厚焼き卵が出てくる分からん,からん自転車で二血する際中国の雑技難張りの8人乗りまでは許されるもうん、嘘やんけ <laughs> 俺いけると思った俺がバカやわ分からんって実際にやってみましたが本当でした嘘つけって <laughs> まあということでございましたああなるほど、ね、まあ 今回全然わかんないですね。までもその本当に悪口のおまかせを伝えるとミネリウた時期での熱い来たまご出てくるお店が本当にあった倍速が地元なんでまたが速攻探る。そうそうという手もありますので皆さんぜひ調査ご協力お願いいたします。以上です。ありがとうございました。イインクルージョンクルクル。くる 素敵なお笑い届けます <laughs>、うん、うんんガンガーガーガーと素敵なラジオを届けます KOR インクルージョンのハンガーハンガー裏には裏がある表ばかり見ていると 羨ましいし恨めしいいめなら見てみよう裏側を聞いてください裏話努力はきっと裏切らない裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して藤原玉日曜の裏 RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送。 ポッドキャストでも同時配信しています。